金浦駅は、和歌山県日高郡由良町大あ里ざにある、西日本旅客鉄道規制本線の駅である。なお通常は、普通、快速列車しか停車しないが、1985年9月の、広告時の放送国士700年延期期間中と1989年夏には、一部の特急列車が停車した。金浦駅は、由良川沿いに作られた駅で、由良町の代表駅である。 しかし、浦町役場が置かれている浦川の川口近くから見ると、帰省本線は内陸側を通っており、町の中心部とは1キロメートルあまり離れている。和歌山市方面から見ると、帰省本線は約2 n b s p キロメートルの小しトンネルで、分水嶺の元を通過して浦川の収水域に入り、浦川に沿うように、当駅付近まで降り、当駅を過ぎると浦川からは、 離れて約 2NBSP キロメートルの由らトンネルで分水嶺の元を通過して由ら側の修水域からは外れてゆく。帰省本線の隣駅はいずれも由ら側の修水域の外側である。なお、かつては由ら内駅までの貨物支線が当駅から分岐していた。帰省本線が日高郡方面へ延長される予定であった時期に当時の由ら村が 盛んに鉄道の誘致運動をした。しかし、当時は東内原村も鉄道の誘致を行っていた。ただ、鉄道が通らなければ、ますます陸の古塔とをかしとして、由良村は必死の誘致活動を行った。結局、大分セメント、由良工場が由良に立地していた点や、由良港が良好である点などが決め手となって、由良村経由が決定された。 これにより1925年12月に岩崎由良の区間が着工した。しかし、由良駅は村の中心部からも港からも離れた場所への設置が決まり、それでは村民にとって不便と考えられた上に由良港の水位も懸念された。そこで1925年12月18日に由良港への臨港鉄道の建設を鉄道省に請願し、 臨港鉄道と帰制本線の初誕場の建設が決まった。1928年10月28日に、湯浅木由良間が開通し、当初は1日1往復の列車が運転された。1929年4月21日には、帰制再線が当駅から御坊駅まで延伸され、同時に当駅で分岐して、由良内駅までの貨物支線が開通した。その後、 1959年7月15日に、規制本線が全通して、当駅も規制本線の所属となった。1968年3月には、T 浦駅北の規制本線が複線化され、1968年9月には、五房駅までの複線化も完成した。一方で、浦内駅までの貨物支線は1968年6月1日に廃止された。さらに、 キーユーラ駅自体の貨物営業も1971年10月1日に廃止された。1978年4月にはユーラ駅の駅長制度が廃止され、ご貿駅の管理下に置かれた。同時に列車集中制御装置が導入されて、信号の遠隔制御が行われるようになった。また1978年10月には、和歌山新宮間の電化が完成し、 電車の運転が開始された。なお、1987年4月に実施された国鉄分割民営化により、当駅は JR 西日本に承継された。木由良駅は短式ホーム一面一線、島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅である。構内は広く、側線も有する。駅舎は短式ホームの一番乗り場側にあり、 島式ホームの2.3番乗り場へは、古戦郷で連絡している。当駅は、五房駅が管理している、無人駅である。以前は、JR 西日本メンテックが、駅業務を受託する、業務委託駅であった。駅舎には、アイコカへのチャージや、オレンジカードが、利用可能な新型タッチパネル式自動券売機が、設置されている。また、かつては、窓口営業。しかし、 無人駅化と同時に営業を終了した。上表の路線名は旅客案内上の名称で表記している。下り本線は1番乗り場、上り本線は3番乗り場、2番乗り場は上下線共用の対避線として特急列車の対避に使われる。2015年3月14日現在のダイヤでは両方向とも特急対避を行う定期列車が設定されている。 近年の1日平均乗車人員は以下の通り、ありがとうございます。